と三鷹市上連塾上連塾は、東京都三鷹市の地名。現行行政地名は、上連塾1丁目から上連塾9丁目。郵便番号は181-0012。市北部に位置し、下連塾、野崎、井口、堺南町、堺、石前、西久保、中町と接する。北端を、玉川上水、南端を。 東京都道115府中三鷹線が通っており、北部を貫く、中央本線の北側に1丁目、南側に2丁目から9丁目までが存在する。住宅地の地下は、2019年1月1日の工事地下によれば、上連尺1-13の地点で55万5千円、平方メートルとなっている。百五十七年一月の明暦の大火による、 神田連弱町の被災者の開地として、1658年に神田連弱神殿が開発された。この神田連弱神殿を拡大して開発されたのが、現在の神連弱地区である。開発当初は、連弱前神殿と称されたが、京皇の頃、新田開発の進捗とともに、連弱神殿が連弱村と改称され、京都に近い方を、 上と称し、江戸方に近い方を、下と称す監修により、下連弱村に対して、上連弱村となった。連弱の名の由来としては、連弱とは昇番を使った背負い橋後のことで、江戸神田の連弱の職人仲間が住んでいた町を、連弱町と呼んでいた、とする説がある。2018年1月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。